新潟漫画大賞は新潟市で開催されている漫画コンテスト。主に新潟漫画大賞実行委員会と新潟市の主催により開催されている。前身は1997年の第9回全国障害学習フェスティバル内のイベント。 漫画フェスティバル97 in 新潟で開催された漫画コンテストで、これが好評であったために1998年から新潟漫画大賞として開催されるようになった。日本だけでなく世界でも珍しい自治体の主催による漫画コンテストである。プロアマチュアを問わず応募が可能。年齢に応じて、一般部門、一般部門、高校生部門、中学生部門、小学生部門に分かれ、 一般部門、高校生部門、中学生部門より、新潟漫画大賞1点が、小学生部門より、子供新潟漫画大賞1点が選ばれる。このほか各部門にて最優秀作品賞等の各賞が選出される。また、小学生以下を対象とした、コミックイラスト部門も設けられている。居住地による応募の制限は、特になく、近年では、 海外からの応募もある。以下は、例年のスケジュール。詳細については公式ホームページを参照のこと。2月24.25日に開催。会場にいいがた市民芸術文化会館両日開催。ありがとうございます。